太壁。はい。太壁ってどれぐらい有名なんですかね。ねえ、わかんないですけどね。あの、例えば、はい。こちら、うん、ですね、名越康文さんという、はい。パッと顔浮かびます？浮かびません。浮かびませんか。はい、昔よくあの、スッキリとかにも出てたんですけどね。精神科医でございまして、うんうん、専門は青春期精神医学、うん、なんでちゃんとしたお医者さんです、はい、の精神科医の方なんですけど、はい、まあ、この方の、自分を支える心の技法っていうのがあるんですけど、はい、この中でも要は怒りをどうやって抑えるかみたいなものなんですけど、うんうん、この本はその中で、まあ、自分とか人に何て言うんだろう、目安をつけるというか、はい、どういうタイプだから、要は人が違うよね、うん、で違うっていうのが分かってると、うん、なんか心が、ね、うんうん、ゆとりが持てるというか、はい、まあ、古くは、これビッグファイブの本、はい、性格の心理っていう本なんですけど、この中にも、クレッチマー、あ、クレッチマー、はい、はい、ドイツの精神医学者、うん、クレッチマーがその臨床経験をもとに、うん、独自の性格理論を提出した。それは精神科に入院している患者を観察し、躁うつ病の人は太り型の人が多く、統合失調症、まあ、以前は精神分裂病と呼ばれていたこの病気の患者は痩せ型の人が多いって気づいたと。っていうのがあって、その肥満型、細長型、透視型っていうのがあって、肥満型は風采が良く手足が短く顔は血色が良い、細長型は、骨格は華奢で手足が長く、顔は痩せて色白である、で透視型は胸幅が広く厚く、骨格はがっしりしていて、筋骨隆々の逆三角形である と、手足の末端が大きく、顔は顎が発達している、で4は発育不全型であり、この方の人は特に大きな特徴がない、とあって、その体格によってまた性格が変わってくるっていうのが書いてあるんですね。そうするとこういう人は聞くんですよ、昔と今と違うんですけど、二等兵特に、まあそうですよね、はい、暇って聞かれると、はい、じゃあどっちですかって言われると、もう分かりませんになるんですよね。で太壁もそうですよね、はいはい、要はこの名越さんの本でも太壁が出てくるんですね、で出てくるんですけど、結局1種はこんな性格で、2種はこんな性格でこんな体型、こんな性格でこんな体型、こんな性格でこんな体型って言われると掴みに行けるんですよ、はい、掴みに行ける、掴みに行けちゃうんですよね。そうなるとなんか体壁って体の癖で、要は体の癖が先に、要はこういう気持ちになるから体がこういう風になるんです。なので体を先にしたいんですよね、気持ちが先じゃなくて。体がこうだからこういう気持ちになりやすい、あ、そのまあ卵か先かなのかもしれないんですけど、そういうことです。なんか体が、あ、こういう体だからこういう性格なんだ、まあ、逆もまたしかりなんですけどね、それをなんかその認知が先じゃなくて、はい、にしたいと思いません？合わせにいっちゃうからって話ですかね。そう、例えば、あの体壁で言うと、うつ三欲求体壁という、この奇数の方ですね、はい、上が奇数、1、3、5、7、9、11、で下が偶数2、4、6、8、10、12、で上の奇数の方はうつ三欲求体壁、これ前もやったんですけど、無意識的にギュって溜まってるものを外に出すっていう人で、好調時にそれが色濃く出る人、で下の偶数は、集中欲求体壁、存在を主張して他の注意を引きたいっていう、どちらかというとギュって内に溜め込む人、で低調時に色濃いっていうのがあって、でこれを見てそれぞれ、例えば一種だと、理論が先で頭で考えて、みたいなのがあり、じゃあ例えば3だと、好き嫌いで動くよとか、はいはい、で5だと行動しながら考えるよっていう、この認知の部分を見ていくと、
自分なんか掴みに行けるんですよね。わかります。まあ結局どっちも持ってたりするじゃないですか。そうなんですよ、うん、だからこう掴みに行けちゃう、掴みに行けちゃう、はい、しこれ本当は腰椎の位置で、うん、はいはい、っていう、なんか、要、いや、人は、この、腰椎、この辺ですね。うん、この辺に、5個、うんうん、この、なんか、ブロックみたいなのが並んでて、はいはい、いや、そこを元に動いてるようなんで、いうのから、うんうん、それで、なんか、癖、体の癖があって、うん、っていう、野口春近さんですね。申し訳ございません。うん、創始の、うんうん、体壁なんですけど、うん、でも、どうしても、今、我々がやろうとすると、うん、なんか、この認知の部分を先に見て、うん、あ、自分これだなっていう、うんうん、分かります。どうしてもなんか、まあ、体も微妙じゃないですか、はい、体も微妙というのは明確に自分がこういう風な意識してないんで合わせに行こうとしちゃう、はい、で誤ったものを掴むかもしれないっていうのがあるんですよね、うんうんうん、で、まあ、先ほどもあの体壁のやつを出したんですけど、うん、体壁ってこの本来は測るときにこの体重の足の裏で体重がどこに乗ってるかっていう野口さんのところにはその体重計があったなんていうのが書いてあるんですけど、この前動くときに前重心だと1型、まあ左右で重心が違う人は2型、前後で重心が違う人は、5、6、うん、でねじれ、うん、左右の足で前後が違う場合はねじれで7、8、うん、内側なのか外側なのかで9、10みたいなのがあるんですけど、うん、本当はこの体重計みたいなもので、うん、があるとすぐわかる、あった上で、うん、例えばそのこういう動きをしようとか、うんうんうん、お辞儀をしようとか、うんうん、っていうのをやったときに、うん、このどんなバランスかっていうので分かるらしいんです、うん、ただその体重計が50万なんですね、うん、買えないんですよ。買えないですよ。あの、まあ、我々のこのチャンネル登録者が100万人ぐらい行けば買えるんですかね。100万人ぐらい行けばもう買え、余裕で買えるんじゃないですか。経費で、経費でというか収入で、収入で、じゃあちょっと買いましょうかね、はい、そう、名越先生はキャラクターの体壁を見ながら話の先読みとか性質を見る、うん、ストーリーぶち壊しの実況プレイをされてる、うん、そう、この中でも、うん、いや基本は体壁を使われているようで、はい、1、2型は頭脳型、うん、3、4は感情型、うん、5、6は行動型、7、8は闘争型、9、10は集中型としていて、例えばその1、一種はキリンゾウだ、2は鹿だ、3はリスウサギだ、4はクリオネだ、5はサメタカ、6はクジャク、7はライオン、8はゴリラ、9は野生の猫クロヒョウ、10はカルガモっていうキャラクターを分けてるんですけど、うん、ピンときます？どういうことですか？自分がどこにいるの？どのキャラクターですかって。わかんない。クジャクですかとか言われても。ピンとは来ない。来ないんですよ、はい。で、だとすると、やっぱりこの体を先に測りたいっていうのがあって、今日はうまくいくかわかんないんですけど、うんうん、ちょっと皆さんと一緒に、はい、一人で測りながら、うん、体壁を、まあ、ここでね、今、亀井さんがおっしゃってるみたいに、うん、エニアグラムと違って3つまで選択可能なので掴みやすいですねって言われてるんですけど、うん、そうなんです。僕も体壁は1個選ばなきゃと思ってたんですけど、いろいろ読んでいくと、だいたい3つ、うん。3つぐらいは、うん、その種で、持ってる。なんか、本当は、野口春近先生は、うん、君は一種だよ。うんうんうん、あと二つは、これとこれだねっていうのが、うん、強弱が見れるかもしれないんですけど、うんうんうん、強弱までは、今日は測れませんが、うん、だいたい三つは、この辺かなっていうのは、つかめるんですね。うんうんうん、あと、先ほど、まあ、表を見てもらったんですけど、はい、
1と2は混同しないんですよ、うん、要はこの縦のラインは、うん、上下は2つ持てないんですね、うんうん、僕1と2持ってますっていうのはなくて、うんうん、ただこの横の並びは、うん、例えば奇数と偶数っていうのはある話らしいんです、うんうん、なのでこの3つないし今日はこの4つつかめますと、うん、はい、で12択から選ぶよりも4つ体の癖から、うん、まずは4つに4つに縛りましょう、うん、っていうのが今日の動画でございますと、はい、